次の曲はですね、ミッドナイフラワーという曲で、これは千春くんの打ち込みがかなり聴いてた曲で、本来それが欲しかったんですが、まあ今日はなしでちょっとアレンジしてやってみますので、千春がですね、このバンドで多分一番好きな曲だったと思うので、この辺で聴いてくれてることを祈って、演奏したいと思います。ミッドナイトフラワー。Yeah.